はいどうもこんにちは。またお昼ご飯作っていきたいななんて思ってるんですけど、今日はまた麺なんですけどね、焼きそばを作ろうかなと思ってるんですけど、 B 級グルメってやつですね。ホルモン焼きそばっていうのを作ろうかなと思ってます。まあね、日本中どこにでも B 級グルメでホルモン焼きそばってあると思うんですけど、横手焼きそばなんかも、あと鳥取なんかにもあるんですよね。まあ日本各地に最近はホルモン焼きそばってまあ、ちょっこし的になってると思うんですけど、今日は僕もそれを挑戦してみようかななんて思うので、ぜひ見てってください。では、いきます。今日は、ホルモン焼きそばをね、作っていこうかなと思います。ホルモン焼きそば、B 級グルメですよね。いろんな地方にあるのかな、ホルモン焼きそばっていうもの自体は。で、普通の焼きそばもいいんですけど、ごま油。ニンニクですね。これを効かせます。このニンニクの香りがこう出てきたら、これ牛ホルモンですね。牛ホルモンとキャベツ入れます。やっぱね、ホルモンってね、豚より牛なんですよね。豚のホルモンってのも普通に安く売ってるんですけど、なんだろう、コテッちゃんみたいなやつですよね。でも絶対に牛です。ホルモンはもう豚ってやっぱちょっと匂いあるんですよね。牛はね、牛のこの牛もつっていうんですかね、は全然癖がないんですよね。だから何だもつ煮込みなんかにしても牛の方が僕は好きだな。これがもやし。で、モネちゃん仕様のこのナス。そして小松菜と色付けで赤ピーマン。こんな感じでいいかな。酒。みりん。ベーパーもね、ベーパー入れます。そしたらここで焼肉のタレですね。焼肉のタレを普通に市販してるやつをこう入れます。で、これを味のベースにしちゃうの で今回は焼きそばの麺じゃなくてつけ麺の麺をね入れようかと思って、こんな感じですね。このつけ麺の麺に絡めていく、こんな感じです。こんな感じで絡んだら、最後にこう、ニラを入れます。で、お好みで、胡椒なんかも振ってください。はい、こんな感じでホルモン焼きそばできました。これ盛り付けていきますね。10月30日から全国区で放送される宝くじのね、テレビ CM、夢見る宝くじ編ですって、ジャンボ宝くじ、ロト、ナンバーズ、なんかが、の人たちが出ると。そういう CM に出てる人たちが総勢出るんだけど、ビンゴ5。ビンゴ5の CM に出てる神木隆之介くんとモネちゃんも、それに参加すると。だからね、すごい人数なんですよね。夢を見ること未来へと向かっていく with dream で行くっていうコンセプトなんですって。まあ宝くじですからね。でもね、言ってしまってもね、ギャンブルですからね。夢を持つことの大切さ、夢が未来への活力となるという前向きで力強いメッセージを発信していくだそうです。まあくじですけどね、結局ね。それで出演者が様々にコメントを寄せてると。まず今回のその大人数でね、やるっていう CM 企画を聞いた時の感想としてどうですかって言って、モネちゃんが、オールスターという名の通り、そうそうたるメンバーの中に大集結させて、そうそうたるメンバーの大集結に驚きましたと、その中に入れていただいて光栄ですっていうのがモネちゃんの感想ですね。じゃあ来年叶えたい夢ですって。モネちゃんの来年叶えたい夢は海外旅行がしたいそうですね。来年叶わなくてもいつかきっとってなってるんで、
萌ちゃんは旅行、海外に旅行したいと。まあね、萌ちゃんはね、僕もね、萌ちゃんの占いでは何回も言ってますけど、この萌ちゃんってのはもうアクティブな人なんで、出かけたい人ですよね。たけるくんみたいに割とこうインドアな人ではないので、家の中でね、ゲームをこうやってれば幸せっていうような、まあ、あと、謎解きやってれば幸せみたいな感じよりは、モネちゃんはどっちかというとこう、外出歩きたいみたいなね。いろんなところに、いろんなとこ行っていろんな経験をしたい。みたいな欲求がある人でしょうから、しかもね、子供の頃はね、海外に住んでたっていうのもあるから、海外に行きたいんでしょうね。ともあれ、また、モネちゃんは新しい CM。まあ、もともとね、ビンゴ5にはね、神木くんとね、ちょっと前から出始めてたんで、まあ、その延長線上でってことなんでしょうけど、30日から今度は豪華版でモネちゃんが、出るみたいなんで。まあ、それもね、楽しみにチェックしておきたいですね。って話でした。ではでは。じゃあ行きますね。うん。うまい。